しいあなたの愛の眼差しが涙の中で揺れてる。明日の終わりに何があるのかと暮れゆく空に聞いたわ。あなたとなら同じ夢見られると信じた。昨日78年というと去年は非常に私はラッキーな年だったっていうよりも去年も引き続きすごくラッキーな年だったと思うんですけども、初めてだもんね。初めてじゃない、黄昏マイラブでさ1位まで行ったの。私学生の時からずっとかけっこでも随分やってきましたが、運動会でね、遅い方じゃないのよ決して。でもね、1位って取ったことないわけ。2位とね、3位とか割と続いてるわけね。で